皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。今回はポジティブグリッドというメーカーから発売されているスパーク40という比較的新しいアンプを皆様にご紹介させていただこうかと思います。なかなか面白い要素がギューッと詰まった新しいアンプなので、多分見てるとね、いいじゃん、欲しいっていう感じで物欲刺激されてしまうと思うんですよ。まあその辺だけ気をつけていただいて、まあちょっとこの動画を楽しんでいただければと思います。すごい面白いアンプなのでぜひ楽しんでみてくださいませ。とりあえずもう画面ドンズバーンバーンとお手元をお見せするとこんな感じでございます。スピーカーが2発入ってるんでステレオになってます。で、上のパネルはこんな感じなんですけれども、ちょっくら諸事情によりまして、ここのパネルねほとんど使いません。諸事情によりましてここのパネルほとんど使わない、この右側のアウトプットぐらいで、まあ一応このね、ゲインとか、なんかシミュレーターのセレクトとかね、イコライザーとかついてるんですけども、まあこんな感じで、プリセット4つ入るようになっていて、ここにオブジュアリーの、外部入力、あ、じゃあイヤホンか、イヤホンと、このミュージック、ボリュームがあります。で、ちょっとこれ背面見てみますと、まあこんな感じ、まあ、Bluetooth のランプと USB 挿すところと、まあ電源という感じでございます。これがまあ、そのポジティブグリッドのスパーク40だ！ババーン！このサイズ感で 40W もあるんだぜ。なかなかすげえことだぜ。で、とりあえず、このプリセット、あ、いや、もういや、音を鳴らしていこう。思想環境としては、いつも通りビルロネスの BL1 から、なぜかボボックスの、5万円もするシールドで、スパーク40に行きまして、音を鳴らしていこうかと思います。いろいろこうね、試したいところなんですけど、まずはこのプリセットを楽しんでみましょう。皆さんこのアンプを買ったとします。で、シールドでギターをつなぎます。で、電源を入れてこのアウトプット、ここはもう一切操作しないです。アウトプットをまあちょっとこう上げますよね。で、上げた状態でこの1、2、3、4のプリセットをチョイスするだけで結構いい音で遊べるんですよ。まずはこのプリセットだけで遊んでみましょう。まずプリセット1番、クリーントーンでございます。こんな感じの音。わお、クリーントーンだぜ。まあ、ザ・クリントーンという感じでございます。カッティングしても、まあ、良くも悪くもザ・クリントーンという感じかと思います。2番いってみましょう。2番はちょっとクランチな感じでございます。ちょっとこの歪みが、ね、普通の使えそうなクランチでございます。アンプ買ってきて電源入れてこのね2番押したけど、こんな感じの音が出るんですよ。3番いってみましょう。どんどん歪んでいきます。3はもうちょっとオーバードライブっぽい感じ。なかなかちょっと良くないですか。おー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 おお、楽しめると思うみたいな感じの音がすると思うんですよ。で、4番になるともっとマックス、ガッと歪んできます。
感じの歪みじゃないですか。普通に面白いですよね。こんな感じの音色でございます。で、なんかちょっと気づかなかったですか？プリセットを切り替えているときに。今4番のプリセットを選んでるんですけども、ちょっと画面をご覧くださいませ。僕の今のこの iPad をご覧くださいませ。1番を押すとワオ、2番を押すとワオ、3番を押すとそうなんです、 iPad と完全に連動しているんですよ。これがね、すっごい面白い。もともとこのポジティブグリッドって、そうね、あのバイアス FX アンプっていう、まあ、このパソコンでさ、このよくその DAW ってやつがあるんですけども、パソコンでこうアンプシミュレートみたいなさ、あるじゃないですか。まあ、そのいろいろね、いろんな商品があって、その中の一つとしてこう人気のプラグインの一つなんですよ。まあ、簡単に言えば、すごい簡単に言えば、オーディオインターフェースとかを通してパソコンにギターの音を入力して、パソコンの中で仮想のギターアンプ、アンプシミュレーター、このペダルとかそのリバーブとかディレイとか、まあ、いろんなものをやっていってエレキギターの音を作っていこうじゃねえかっていうソフトの大御所なんです。で、その大御所が実機のアンプを作っちゃったってことで、こういう要素が多分に盛り込まれてるんですよ。ここがね、マジでめっちゃおもろい。ちょっと紹介させていただきますと、ここからそのメニューを開くじゃないですか。そうすると、これ1234、これ今聞いた、そのそれぞれのチャンネルです。1チャンネルを選ぶとこんな感じになって、あ、反映されない、まあ、1チャンネルでさっきのクリーントーン、で2チャンネルでさっきのクランチで、3チャンネルでちょっと歪んだやつで、最後はハイゲーン。って感じです。まあ、これはこれでいいんだけども、ちょっと見てみて、このハードウェアすべて、ポップ、ブルース、ロック、メタル、まあ、いろんなこの、ね、プリセットがあって、これ、皆さん本当、もう本当、アンプ買って iPhone とか、iPad とかと接続すれば、これ全部、もうすぐ楽しめるんですよ。音作りしなくても、ここに入っているものは全部簡単にワンタッチで呼び出すことができるんです。例えば、ポップのこのシルバーシップって、ちょっと分かんないけど、おー、なんかすごいスペーシーな。ブルース、ストーンブレイカー、こんな感じの音、メタル、ヘビーアックス、すごいよこれ。めちゃめちゃ進みます。すごい歪んでおります。もうちょっとボリューム上げておきましょうか。まあ、こんな感じでこのプリセットをね、バーと呼び出すだけでもすごいめちゃくちゃいろんな音色が楽しめるって感じなんですよ。で、ベースっていう項目がある通り、そのベースアンプとしても使うことができますし、アコースティックとある通り、このアコースティックアンプとしても使うことができるなんていう感じの、面白いエフェクター、アンプなわけでございます。で、さらにこの面白いところで、例えばこのヘビーアックス選択しますよね。なんとなくこのね、それぞれのエフェクターとかこのアンプシミュレーターが並んでるのを見て、なんとなく差しがついたかと思うんですけども、実はこれね、入れ替えることができるんですよ。例えば今これ5153とあるんで、多分エディバンヘイレンの PB のアンプのシミュレーターと思うんですけども、まあ、もうちょっと違うアンプの方がいいなと思ったら、このアンプをペペってタップすると、なんと全部で30種類のアンプシミュレートを選ぶことができるんです。これやばくない？これやばくない？このさ、前さ、そのアンプリチューブとかでさ、こういうのあったけどさ、結構アンプリチューブとか追加でパッケージでなんかこの購入して
なんかこのマーシャルキットとかさ、なんかこのコンパクトエフェクターキットみたいな感じで追加プラグインでこのね購入することで使えるようになるんですけども、このスパークに関しては全部最初から使えます。これすごい、そんな太っ腹ってちょっと思うんですけども、これ全部使えます。まあこれだったらそのねオレンジ系とかのパンでしょうね。で他にもですね、この辺とか、まあいや多分マーシャル系だと思うんですけども、これとかメサブギーってことですよね。結構そのもう姿形がね、それっぽい形をしてくれてるんで、もう好きな人は、もうパッとああアンプだなっていうのが分かるかと思います。こんな感じでこのアンプを選ぶことができると。でもちろんもちろん、このゲートとか、このコンプとか、これコンプとかなんかこれにそのなんかねベースのマルチコンプっぽい感じの風貌があるんですけど、これ EBS のマルチコンプをシミュレートってことなんですかね。まあこんな感じでコンプレッサーもいろいろ選ぶことができるし、ドライブ、このブースターの方ですね、ブースターの方もいろいろ選ぶことができるとって感じで考えていくと、結構自分のイメージしているかゆいところに手が届くような音作りができるってことなんですよ。これあの公式のメーカーさんの公式のホームページではなんかデスクトップアンプなんていう言い方をしているんですけども、本当にもうこのアンプを、机の上とかに1台ポンと置いておいて、もうギターとシールドをねもう1本でつなげばもう普通に練習とかねできるよみたいな感じのお手軽なアンプだよ、便利なアンプだよっていうコンセプトなんだと思います。モジュレーションとかもねすごいいろいろこう揃っていて、例えばコーラス、で当然パラメーターもいじれます。パラメーター、例えばレイト、アナログディレイっぽい使い方もできるんですよね。あ、これ鳴らすじゃない。鳴らすじゃない。で、これを。みたいな感じで、この iPad 上でアナログディレイみたいなこの遊び方もできるって感じなんですよ。でもちろんねいろんなディレイがあるんで、デジタルディレイとかテープエコーとか、リバースとか、もうちょっと普通のいきましょうか。もうちょっと普通のディレイいきましょうか。まずはこんなんですね。リバースとかまた面白い感じなんですよ。これとか、なんか音がひっくり返ってるっていうのがそのね、あのリバースディレイってやつなんですけども、なんかちょっと面白い効果じゃないですか。
で、リバブの方とかもね、この中ね、ちょっとこれはもう今回のこの動画の中で伝えきれなくて、すごいこの申し訳ない感じなんだけどもね、このリバーブ感とかもね、すげえいいんですよ。まあ簡単にこう言うと、そのリバーブこうめちゃめちゃこう上げたりとかすると、すごいめちゃめちゃこうリッチなサウンドがするというか、ちょっとこのね、つまみの操作が少ししにくいのが難点。良くない？このリバーブの感じ。これね、ステレオリバーブとかになってるんですけどもね、このね、実機でね、普通にこうアンプの正面に立ってこれを聞いてみると、うおーって感じに、すごいなります。ちょっとこのリバーブはね、ほんとぜひ多分試してみてほしい。まあこんな感じでこうね、エフェクト入れ替えることができて、プリセット切り替えることで、いろんな音色を出せるっていうのが、まあこの面白さではあるんだけども、こっからまだまだあるんだ、こっからまだまだその楽しさはあるんだ。どう楽しいかというと、ちょっくらなんかこう、いい感じの、普通に2番の音色がすごくいいので、2番に行ってみましょう。こっからその、この辺のものをタップすると、なんかこうね、音源を流しながら演奏することができるんですよ。まあこれね、Bluetooth アンプとしても、あ、Bluetooth スピーカーとしてもつなげられるんで、今 Bluetooth 接続されてるんですけども、こんな感じでこのミュージックタブみたいなのを開くとすると、まあここに YouTube の動画がこのバーッと、並んでおります。なので、この中から、ね、その好きな何かをこうペットをやるとすると、その YouTube の動画が流れて、ここからそのセッションして演奏することができると。で、そういうのも使い方も OK だし、上の方にあるこの辺、このジャンルをタップすると、まあ、いろんなコード進行を、
なトラックというかそのコード進行を用意してくれていると。今これポップっていうジャンルの適当なところを鳴らしてるんですけども、この矢印ボタンを押すとまたさらにいろんなコード進行が出てくるんですよ。いろんなテンポ、コード進行、ファンク、いいコードからスタートです。いいコード、遊んでるだけなんでしまう、まあ、こんな感じのアンプであるんでございます。なんかすごい面白そうじゃない、面白そうじゃないとか言って、まあ、単純に僕は楽しんでるだけなんですけども、まあ、こんな感じで、他にも全然紹介できる機能はたくさんあるんですけれども、例えばそのこのプリセット、この、ね、オンラインストアみたいな方に行くと、このいろんなジャンルというか皆さんが作ったプリセットパッチがこう、ね、アップロードされてるんですよ。でこの中からその好きな、アップロードされているものからこうなんかこうベッドダウンロードしてこれに突っ込むことができるんですけども、こんな機能もあったりとかするような感じなんです。なかなかちょっと全部紹介しきれないんですが、だいぶもう長くなってきたのでこの辺で終わりにさせていただきましょう。まあ、この24分間の動画の中でも十分、あめっちゃ面白そうなアンプやんけっていうのが伝わったかと思います。これからね、日曜の夜ですとか、まあ、何かしらのこのね思想動画とかでもちょいちょい登場すると思いますので、またその活躍も楽しみにしていただければ幸いでございます。そして楽器屋さんとかでお見かけすることがありましたら、ぜひ試してみてください。もう本当でプリセットの 1,2,3,4 チョイスするだけでも結構いい音で遊べると思うので、ぜひともチェックしていただけたら幸いでございます。それではなんだか僕は単純にギターで遊んでるだけの動画になりましたけれども、以上でこの紹介を終了とさせていただきたく存じます。面白いと思っていただけましたらぜひ、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。もし何かご感想とかね気になることとかあったら、コメントの方にババッと書いていただけますと、嬉しいなと思いますので、ぜひともコメントしてみてくださいませ。それでは今回はこんな感じで終わりにさせていただきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら、グッバイ、バイ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 の前に、私滝沢勝成、ジャワ会というメンバーシップという有料会の機能などをやっております。そちらの方に、ね、入っていただくと、その質問とかね全然こうレスポンスよくできたりとかするので、もし聞きたいこと、なんかこう知りたいことがあったりとか、僕の日常普通のツイッターとかには書いてないような、僕の日常に興味がある方はぜひメンバーシップの方ご検討いただければ幸いでございます。詳しくは概要欄の方からチェックしてみてください。それではまた違うところでお会いいたしましょう。グッバイ。